女性用魚さん、パールナンバー95魚さんは安価な一体成形の樹脂製、ビーチサンダルに対する小笠原諸島独自の故障。名前の由来は漁業サンダルや漁協サンダルの略である。素材はプラスチックでできている。鼻尾とソールが一体成形されているため非常に丈夫で、鼻尾が抜けることがないのが特徴である。 水を使う場所での使用を想定して設計されており、タイルなどの上でも滑りにくい。オリジナルは、奈良県五世市の丸中工業所の製品。もともとは、茶色系しかなかったが、2018年時点では、ラメイリや地区構想財政を含めて60種類程度に、増えている。マリンスポーツ愛好者らにも普及しており、パラオなど海外でも、パール漁産の商品名で売られている。 小笠原諸島が日本に返還された1968年頃から漁師たちの間で普及し始めた。まもなく島内の一般住民も日常的に使用するようになり、漁産という愛称で呼ばれるようになった。その後、島を訪れる人たちの間でも小笠原名物として知られるようになり、小笠原漁産のユニークさに目をつけて紹介したテレビ番組、出没。 アドマチック天国小笠原編など、マスメディアでも紹介されるようになった。日本各地で普通に売られていたものの、安さと丈夫さが、取り柄の実用性重視だった、この履物が、おしゃれアイテムとして本土に紹介されたのは2002年頃の、ことである。関西地区のダイバーズショップが本土では、最初に漁さんを取り扱った。アイドルグループ、嵐の王の里氏が、 テレビ番組の企画で着用した影響もあったためか、女性客を中心に売れ行きが伸びている。グアムでの販売も試みられている。ありがとうございます。